はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今日も暗号通貨ニュースをお届けしますけども、例の XRP ですよね。 XRP のクジラ撤退傾向で100万 XRP 保有のアドレスがだいぶ減ったということなんですけども、まあこれは当たり前のことですよね。問題はこれがこれから起きることなのか、リアルタイムで今起きていることなのか、すでにもう全て終わった後なのかってことなんですよ。で、私はこれね、すべてこういった大型保有者ってのは撤退した後だと思うんですよね。なぜなら価格が下がって、まあ今、二十数円で止まってるでしょ。ってことはもう、売り圧力がなくなったって判断するんですよね。ここにも書いてますけども、仮想通貨 XRP を大量に保有するウォレットが急速に減少していると。SEC によるリップル社、提訴を受けて価格、下落後の上昇が見込めない中、XRP のクジラが撤退してるようだっていうことなんですけども、クジラは撤退し終わった後だというふうに今日1月6日の段階で私は思ってます。コインメトリックスのデータによると、2020年12月21日から2021年1月3日までの間に、だからもう終わってるでしょ。100万 XRP を保有するアドレスが1721から1567に減少したということなんで、まあ、ちょっと減りましたよね。150件ほど減ったんですかね。この数字からもリップルのクジラが資産の一部を生産していることがわかるということなんですけども、この150社と言っていいのかどうかわかりませんけど、150の大量保有者が去ったことによってリップルの価格ってのは70円台から20円台にゴーンと落ちたってことですよね。で、私が思ってるのは、結局この今ね、20円台であるってことは、ちょっと数ヶ月前までの水準に戻っただけで、むしろね、急に70円台になったのが、なんかよくわかんない現象だったんじゃないかなと思ってるんですよ。まあですんで、XRP は今まで通り20円台を推移してるということは、なんかね、嵐みたいな竜巻が起きて、そして利確した人が出たということに過ぎないのかなと思うんですけどもね。当然、XRP の大量保有者はどっかで利確したがってますから、70円台になったら、それはね、利確する人は150件ぐらい出るでしょうということなんですよ。私はそういうふうに分析してるんで、まあちょっとね、70円台で売れなかった方が、今ね、20円台でやきもきしてると思うんですけども、まあ価格元通りに戻っただけなんで、もともと1円から始まったリップルですからね。まあ1円以下から始まってるんですけども、1円ぐらいで私もね、リップルってものに気がついたんで、そっからね、10円超えて20円超えてっていうところで、XRP への投資、なんですかね、余剰資金も生まれてきたんで、ちょっと考えていいかなと思ったところで、42円ぐらいで買い始めたのかなってところなんですよね。まあですんで、綺麗に含み損なんですけども、まあ、ね、投資ですからね、含み損入るのもしょうがないですよね。で、私は70円台で売ることはなかったんですけども、まあやっぱりまだまだ XRP はね、ポテンシャルがあるんじゃないかなと思います。SEC の訴訟も、結局訴訟って、ずっと起きてて、いろんなところから。で、問題になって XRP が市場から撤退ってこと今までなかったですしね。今回も、SEC との訴訟ってのはうまいところで着地点を見つけてくれるんじゃないかなと思うんですよ。で、それが終わればまた値段は、上がっていくんじゃないかなとね。楽観論ですけどね。楽観的に思ってますけどもね。まあ本当はどうなるのかわかりません。あとはね、それぞれどういう解釈をするかなんですよ。まあ今回言いたいのは、この記事の見出しで、XRP の大量保有者がこれから撤退するのか、すでに撤退し終わった後で、これから大型の投資家さんが、またね、リップルを決済する心配があるのかないのかってところなんですけども、私は売り圧力はなくなったと見てるんで、これからしっかりとね、XRP の上げに期待しようかと思います。そんな2021年なんですけども、皆さんいかがお考えでしょうか。失礼します。